BMWM52 エンジンの外観 BMWM52 エンジンはストレート6と呼ばれる直列6、気筒 DOHC エンジンで1994年から -2000 年にかけて製造された。同エンジンは E36-320i に M50 エンジンの置き換えとして搭載され、2000年頃から M54 エンジンに置き換わっていった。 以前の M50 エンジンと比較すると、M52 エンジンはアルミブロックを使用していることが挙げられる。基本的には、M50TU エンジンの改良型であり、M50TU エンジン同様、インテークカムシャフトへの可変バルブタイミング機構、シングルバノスと BMW は故障しているを搭載している。1998年に M52TU がリリースされ、 エキゾーストカムシャフトへの可変バルブタイミング機構版でデュアルバノスにより低回転トルクが増した。搭載車両 2494cc で1994年にリリースされた。125kW を発生し、ドアは 84mm ストロークは 75mm。搭載車両1998年にリリースされたテクニカルアップデート版。 デュアルバノスにより低回転トルクが増した。搭載車両、2793cc で1995年に登場した。ボアは 84mm、ストロークは 84mm で最高出力は 142kW 搭載車両、1998年にリリースされたテクニカルアップデート版でデュアルバノスにより低回転トルクが増した。搭載車両、 S52 バイト30エンジンは M52 のハイパワーバージョンで S50 バイト30エンジンの代わりに1996から1999年にわたって北米の E36M3 に使用された S50 バイト30ほど高出力ではなかった中鉄のシリンダーブロックとアルミ製シリンダーヘッドを採用しシングルバノス仕様であった 排気量は 3152cc で、ボアストロークは 86.4mm89.6mm、mm。出力は 6000rpm で 240hp、トルクは 3800rpm で236ポンドフィートであった。M52 からは軽量カムシャフト、ピストンリング、バルブスプリング、排気システムが変更されている。ニカシルトはエンジン部品。 主にピストン、エシリンダーライナー用の新油性の電気表面コーティングの商標で、ニッケル合金単価計測コーティングのことである。アルミニウムブロックを採用した M52 エンジンは、1990年代後半にガソリンに高レベルの硫黄が含まれている環境でクレームを受けた。硫黄は、2カシル処理をしたシリンダーライナー等を腐食してしまい、ボアライナーの早期摩耗等で、 多くの初期の M52 及び M60 エンジンのダメージにつながった。BMW Z3 で使用しているアメリカ合衆国で製造された M52 エンジンは中鉄ブロックを採用しているため、ニカシル問題の影響は出ない。公用ガソリン市場向けエンジンの最終的なニカシル問題対策はアルミニウムブロック内のシリンダーライナーの改良で対応した。 シリンダーライナーを除いて M52 エンジンの基本的なアルミニウムブロックはすべてのマーケットで同一だったもののシリンダーライナーとボアライナーは改良していないものでは影響が大きかった。M52TU エンジンではシリンダーライナーを改良しニかシル問題の影響は受けない。ありがとうございます。